はい、こんにちは。ということで今回は最強の構造 VS 最強のプレイヤー工場戦やっていきます。ルールを説明しましょう。最強の今までの何年間も培われた5年間以上かけて作られてきた工場戦の技術を結集して1個の最強の要塞を作ります。まあまあ一応ルールは最低限守るぐらいで。で、それ VS、まあ最弱要塞。ただ中の人はめっちゃ強い人を集めるという風な感じです。要塞は人間とかなんとか、フンさんよく言う。俺が言う名言じゃなくて、武田信玄っていう、まあ、芋虫が好きなその、まあ、関連のキャラクターの人が言った言葉なんだけど、人は城、人は石垣って言葉がありますね。武田信玄っていう、そういう、なんか、みたいなのがいて、それが言った言葉。そう、武田信玄はそうだよ。芋虫いないから答えられないけど。そうだよね。武田信玄って、そうそう、これでしょ？武田信玄。武田信玄はそうだよな。じゃあ、ポチさんなんか作ってくれる場所。この後ろに。強いか弱いか分けていくわ。並んで。赤が強い。プレイヤー強い。青はプレイヤー弱いに1回分ける。はい。じゃあ並んで。コータン弱い。コータン弱い。コータンで弱くない？だって。じゃあまあコータン弱いで。で、ウミニャは強い。弱い。カちゃん弱い。紅茶弱い。ポトド強い。ハゲネズミはどっち？ハゲネズミどっちだ？強いか？まあ、ゲームうまいし。まあ、強い。イニー強い。フェルム弱い。ゲジゲジ弱い。ニジャオ弱い。ヘルスが強い。フィネガキ強い。ウルル弱い。14。わぁ、ちょっとわかんないなぁ。まあ、調整かな？はい。14ちょっと調整で。893は強い。うん、弱い。これ弱い。ちょっと弱い。はい、強い。ノル弱い。うん、弱い。長月でもキルする時あるもん。強い。MS 強い。カエル強い。ライムはどっち？ハム？ライムは？ザコ？弱い。じゃあ弱い。え、アーケーさん、アーケーさん、弱い。もう青の服着てるもんね、アーケーさん。もう早速。早速青の服着てるし、まあ弱いね。ハム強い。ドビ弱い。ハイ強い。サム強い。ユカン弱い。ドボ強い。ハナス強い。ブギ弱い。ウエ強い。ポチターは、まあ強い寄りでいいのかな。クリボーどうする？シラフなら強い。じゃあ強いで。それで、デコイやめろ、そのなんか。それやめろ、それ。そこじゃあ強いで。ディディと一緒に。やな、弱い。で、チーム割り振って。じゃあ、14さんは青かな？順どっちだろう？弱いでいいのかな？じゃあ俺強い側やろう。雑魚要塞。で、ちょっと要塞なんですけど、ちょっと一人に任せてもらえますか？ディディ、強い要塞作ってくんね。青側に。で、弱い要塞って誰が作る？一番沼っぽいやつ。まあ、完全無理みたいなの作ってもあれだもんな。ヘルスカー作って、弱いの。弱そうな感じで。これタブ押してみたらわかるけど、青絶対勝てない雰囲気するもんね、これ。青 100% 無理みたいな雰囲気漂ってない？一応工場戦のレギュレーションは守ってね。レギュレーション無視はしない。禁止構造は使わないでください。青少なくないか？あ、ヤスさんも入る。ヘルスカー赤チームだよ。ん？何言ってんの、コータン。強い側が自分の要塞作ってる。いいの？ヘルスカはそういうなんかコータンみたいに自分が勝ちたいばかりにこの動画の趣旨をねじ曲げて自分のこう活躍の場を作ろうとするようなタイプじゃないからヘルスカには任せたよ、コータン。コータンのように自分の自己を主張するために動画の趣旨をねじ曲げて空気の読めないことをせずにちゃんと弱い要塞を自分のチームでありながら作るだろうという風な予想が立ったから、だから大丈夫だよ。僕は黙って青きました。はい、論破。さんざさ、いいんですね、いいんですねって何度も言ってたじゃん。でもコータン、コータンで弱くない？だって。じゃあまあコータン弱いで。いいんですね、本当にいいんですねって。まあ、ちょっと待ちますか。うわ、出た、マジで出た、クソザルのクソ焚き火。うわ、最悪、マジで。もう木焚かれてんの、やばい。木エグすぎ、それ。重いし、木中生かされるし、もう終わってる。あ、全部溶岩だった。にしても木だからうざい。木中から行かなきゃいけない。ちょっと待ちましょう。さあ行こうか。ということで、構造弱い。まあまあ確かに構造はそんな強くないね、これ。一箇所しかないし、何箇所からも登れるから、普通に負ける感じがする。で、強い側は、きしょい。きしょ、オブきしょ。もう、起床オブ起床。もう、起床だわ。改造マリオみたいなステージ。もう、ふざけんな、マジ。なんだ、これ。ルートわかんねえ。うわ、起床猿、マジで。来て。
ワンウェイ。終わってる。はい。じゃあ行きましょう。キモキモ車線がえぐいぐらい用意されてる。乗りましょう。問題なければ。受け出せ、弱い側入ってろ。先青攻め。オッケー。上上がるよー。クリボー、俺ら弱い方だよー。弱い方の要塞だよー。え、俺らどこで守ればいいのこれ。もうそこを上がらせたらゲームオーバーじゃない？そこが上がったらもう。そうあったらもう絶対防げないレベルだよね。もう3箇所あるし。よし、行こう。いいぞ。準備 OK。どうすんだ、これ。え、そこ登れんの？やっぱ弱え。ちょっと待って、マジで弱えわ、これ。死ぬなよ、死ぬなよ。死んだら時間稼げないぞ。あぶね、あぶね、あぶね。ちょっと溜まってる。右が溜まってるわ。いや、ちょっと頭いいやつ優先して狙った方がいいな、こう。頭良さそうなやつ。いや、なんとか3分間は持たないと多分まずい気がする。なんでとつらないの？あのね、赤川まだ1人しか死んでないんだよね。ちなみに。やっぱ強い側だけあって、なんか変な落ち方してない。ただ、弾がそろそろなくなるぞ。弾がなくなる可能性出てきた。変わる変わる変わる。弾ない人ちょっと下でさ、殴るの交代交代で殴った方がいいかも。体力なくなったらチェンジみたいな。よし。いや、4本回収してきた。いや、4本回収。いや、なくなったから下降りよう。右、ちょっと微妙い。ミニン回復しな。引いて回復した方がいい、もし無理だったら。やばいかも、やばいかも、下やばい、下やばい、抜けられてる、抜けられてる。もうそのはしごで頑張るしかないかも。一回上に撤退して、撤退しよう。できる限り。さあ来るよー、上がってくるぞー。粘れ。さあ粘れ。粘れ、ワドルド。ワドルド下いる。ナイス、ワドルド。ああ、やられた。いいぞ。4分22秒。ナイス、10秒耐え。いや、でも、やっぱ強いチームだけあって、矢が切れるまでは、ちゃんとしっかり守りきれてた気がするよね。この要塞、ちゃんと強くね。あ、じゃあ、後半これにします。小田さん。余計なこと言うな。試してもいいけど。ね、青の要塞使わなくてもいいですよ。別に、コータさんこれで強いと。大将がそう言う、おっしゃるのであれば別に。青使ってやる。だコータ後で入れ替えようよ。ちょっと、まあ、一旦これ使うけど。はい、じゃあ、ポチタ、次、レディで。よし、行きまーす。こんなもんかな？行きましょう。GO! TP しろ、TP! 行きましょうか。おいおい、いるぞ。獲物が。
勝った。いった。じゃあそこなんとかしないとな。いやもう一つ、一人につき一個をこう作るみたいな、こう場所を。いやもう、もう多分もうここ押さえ切った、押さえ切った。おい出てこいよ、陰キャ先生。これ死んだ、陰キャ先生。出てくるまで待ってるわ。もう行っていいよ、ポチタ行け、ポチタ行け。カンタスケも行っていいよ。一人でいい、ここ。いやもうここもう大丈夫。イラ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 。あーほら打たないと、打たないと、打たないと、早く。おいけですよ、ほら打たなきゃ、打たなきゃ、はい、打って打って打って。俺一人でいいよ、俺一人でいいよ、ここ。行かなくていい、行かなくていい。早く、次行って、次行って。あれあれ、インゲ先生、横にいないな、ハムが。インゲ先生、横見た方がいいよ。あれれ、終わった。いけてんぜ、横サスハムなら今ハム突撃してってぶっ殺しに行ってた。コータン何してるっていうか、でコータン何やってんの。シンプルにコータンがハムに勝てなかった。コータンなんでその陰キャ転生のところに行ったの。まあ難しかったのかな、コータン。じゃあコータン逆側の要塞使うか。え、まあ赤側の要塞使ってみたら。じゃあ赤側の要塞でちょっとポチタ、これ要塞の場所変えてほしいかも。まあチームそのままひっくり返せば。OK、これでやりましょう。俺わざわざ絶対負けない対象部屋作ったのに。あーここなんかすげえの作ってたんだ。花で攻撃できない。あー花使って攻撃できなくさせてる部屋作った、わざわざ作ったのに、コータンはそこを使わずに前に突って死んだ。だから俺の後ろでコータン殴られまくってもインカ転生、インカ転生と俺が遊んでる後ろでコータンぶちのめされてた。はい、じゃあ行きましょう。とりあえずあの下まで行かないとな。下一掃したぞ、もうよし、上になだれ込んで終わりだ。おいじじい殺したよ。あ、コータン殺した？あ、じゃあまあまあまあ、あれじゃない？多分、大将の設定が分かってなかっただけじゃない？マジで、やっぱ、交渉戦って、人の強さ依存って思わん？なんかこの感じ見ると。だって、4倍時間かかったわけじゃん。やっぱ人の強さにちゃんと依存してる、いいゲームなんじゃない？この交渉戦って実は。え、しかもバトルと死んでないってことだからね。みんなさーっと行って、ボコボコボコーってボコボコにして終わったっていう。人間の強さ大事なんだな、交渉戦って。今度から人生慎重にしないと。確かに。なんか、いや、逆やったら多分終わらない。10分以上かかるよ、多分もう。逆やったら地獄になるよ。地獄やってみる？じゃあ地獄やろっか？一回。オッケー、じゃあ地獄やろう。何分かかるんだろう、これ。終わるのかな、これ。10分かかって終わんなかったらコールド負けだからね。はよ、行け、はよ、行け。おい、猿、はよ、せいや。2分の1。はよ、行け、はよ、行け。あ、行った。くそ。もう弾かれる、それ。チンパンジーが待って、なんか遊んでる檻で。で、どこ行きゃいいんだ？よし、じゃあもう開始で。ここにするか、俺。ここかな？
もう一番うざいよね、多分こう。後ろに撃たれても大丈夫だね。超安全じゃん、この要塞、マジで。あのさ、赤チームなんかもう、アスレで死んでて全然来てない。あの、はしごにまずたどり着けてない、みんな、アスレで死んでて。時間かかりそうやね。トイレ行ってくるわ。あの、俺と射撃位置まで敵が来ないです。何が起こってんの、これ。ちょっと見に行くか、そのスペックで。もう、ここで終わってるんだ。ここでボコされてる、もう。完全にボコボコにされてる。DD、うざっ。DD、ここいんの ?DD 狙いじゃん、みんな。ボコられまくってる、ここで。はしごに人が来ない。確かに。はしごまで人が到達せん。現在、はしご登ったら、うんうんのみ。これなんかもう絶望的じゃないこれ。やっぱ人の強さ、やっぱ人間の強さが、如実に関わってきてる。ね、やっぱり。だってこんなんじゃなかったもんね、さっき。一人一人のこう、強さ、意外とっていうかめちゃくちゃ大事なのかもな。一人一人のこのちゃんと粘る力とか耐える力みたいなのがめちゃくちゃ働いてる気がする。もう迷路じゃんマジ、ここ迷路状になってるわ。はいはい。うわー、きっしょきっしょ。何ここ。気づかんかったわ、攻めてる時も。こんなのずっとインキャテス遊んでたけど。ちょっと、ブロディディコングとんでもない位置ない？なんか。とんでもない位置、お前ナメップしてないか？ディディ。ディディすごい位置でナメップしてる。なんかもう最前線でなんか戦ってるディディが。俺見たことない、こんなの。最前線ザルいる。アーケンさん、アーケンさん頑張れ！ディディ帰ってった。あー、サービスタイム終了。矢を回収めっちゃできた。そろそろいいんじゃないでしょうか。もう頑張ってはいるようだね。なんかまだやるかい。うざ。ペリガキイージーとか言ってるけど死んでるしな、このガキは。あのイージーとか言って死んでるんで、こいつ調子乗って前出て死んだ。情けな。ああディディ燃えてる、ディディ燃えてる。チャンス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 だよ。ディディ燃えてるよ、ディディ燃えてるよ。めっちゃチャンス、めっちゃチャンス。チャンス、チャンス。アーケン、頑張れ。コータいける、コータいける、コータいける。あー、惜しい。ディディ HP12 です、今。ディディ死んだ？あ、ディディ今死んだわ。でも5分ぐらいか。クンさん、これ見て。弓全く使わずに。弓一切打たずに24キル。赤チーム勝利。よかったね。はいはい。甲状腺って構造だけじゃないってのがなんか今回改めて分かったくない？特にさ、同じ要塞使った時の粘りの違い相当すごくない？全然違った。なんかもう強さというか粘りみたいなのも全く違うね。甲状腺って実は一人一人の動きとかがめちゃくちゃ大事なのかも。ということで、ジジです。面白かった。